来年から新たに18歳と19歳も裁判員裁判の裁判員に選ばれるようになることを受け、都内の高校生が裁判員経験者らの意見交換会に参加しました。裁判員をされていて大変だったことはありますか？本当に皆さん丁寧で優しくて、あ、こういう人たちによって裁判って行われてるんだと思ったら、なんかこう安心するというか。裁判員裁判の裁判員はこれまで20歳以上が対象でしたが、成人年齢の引き下げに伴い来年から18歳と19歳も選ばれることになります。これを受け東京地裁は裁判員経験者と裁判官らの意見交換会に高校生の参加者を募集していました。20日は江東区の中村高校の生徒10人が参加し、裁判員経験者の話に耳を傾けました。法曹三者の方ですとか経験された方の話を聞いて、不安な気持ちを持たずに自分なりの意見をしっかり言えたらいいなって思いました。東京地裁は今後も高校生を含めた若年層を対象とする広報活動に力を入れたいとしています。